ゴディン・ディエム、ゴディン・ディエム、1901年1月3日から1963年11月2日は、ベトナムの政治家、ベトナム共和国、南ベトナム初代大統領、在任1955年10月から1963年11月。生は5、ご、くれであるが、生の数が少ないベトナムでは、個人を区別するため三音節の名前の最後の部分を、 とって呼ぶ習慣があるため、故障はジエム大統領である。また、過去において、個人ジエムと表記されることもあるが、これは誤りである。熱心なカトリック教徒であった。1963年ベトナム共和国の軍事クーデターにより殺害された。1901年に、笛の貴族の家に生まれた。1933年に、バオ大帝の申請開始に伴い、 フランス領インドシナの保護国、植民地であった県庁宮廷の内省に就任するが、フランスの過酷な植民地支配には不満を感じていた。第二次世界大戦下の1940年にフランスがドイツに占領され、新独のビシー政権が設立された後もその地位に止まる。しかし、1945年3月に仏印処理、 民豪作戦によりベトナム中流フランス軍、武装解除され、日本軍が実権を握った時に、県庁宮廷政府の新内閣祖閣を壊れるが、これを断って出国する。その後日本が敗戦し、ベトナムがフランスの植民地下に戻った後も帰国せずに亡命制を送る。g ムはその後も亡命を続けたが、1954年のジュネーブ協定の締結直前に、 サイゴンに帰国し、旧宗主国のフランスによって、急遽建国された、傀儡政府と評されることもある、ベトナム国の初首相となる。翌1955年に、フランスの区靴で人気のなかったバオダイを、国民投票で退任に追い込み、ベトナム共和国を樹立、初代大統領となる、しかしこの選挙結果は捏造された疑いが、濃厚である。 反共産主義者だったジームは、東南アジアでの共産主義の拡大を懸念するアメリカのバックアップを受け、ジュネーブ協定に基づく南北統一総選挙を拒否して、ベトナム民主共和国への対決色を強め、弟のゴディン・ルーを大統領顧問に任命し、秘密警察と軍特殊部隊を掌握させ、国内の共産主義者をはじめとする反政府分子を厳しく弾圧した。 1961年にアメリカ合衆国大統領に就任したジョン・カイ・ケネディ大統領は J ・ウィリアム・フル・ブライト上院外交委員会委員長に対し南ベトナムとラオスを支援するためにアメリカ軍をベトナムと対応国に送ると通告し合わせてこの決定を正当化させるためにリンドン・ジョンソン副大統領とロバート・マクナマラ国防長官をベトナムに派遣し情勢視察に当たらせた ジョンソン副大統領は、ベトナム視察の報告書の中で、ジエム大統領のことを国民から乖離しており、しかも、ジエム本人以上に好ましくない人物に取り巻かれていると忠告した。1961年11月、ケネディ大統領の指導のもとアメリカ合衆国軍は、南ベトナム政府軍と共に、ジャングルに隠れて、ゲディラ戦を仕掛ける南ベトナム解放民族戦線を、 壊滅させる目的で爆撃機や武装ヘリコプターなどの各種航空機を使用したクラスター爆弾、ナパーアム弾による攻撃と南ベトナム解放民族戦線の補給、攻撃、潜伏の拠点であるジャングルを破壊する目的でジャングルに対する枯葉剤による攻撃、戦闘車両や銃火器による攻撃を開始した。この際に GM 大統領は枯葉剤散布の許可を与えた。 中部笛出身のためしと、サイゴンに政治的基盤がなかったが、熱心なカトリック教徒であったことから、カトリック信者が多かった、サイゴンの有力者たちを優遇した。これに反発した仏教いたずらの反政府運動に対し、1963年戒厳令を、布告。各地の寺院を襲撃して僧たちを逮捕した。1963年5月に、 笛で行われた反政府デモでは、警察がデモ隊に発砲死者が出るなどその規模はエスカレートし、さらに同年6月には、仏教徒に対する抑圧を世界に知らしめるべく、事前にマスコミに対して告知をした上で、サイゴン市内のカンボジア大使館前で、昇進自殺をした、僧侶ティック、クアンドックの姿がテレビを通じて、全世界に流され、衝撃を与えるとともに、 国内の仏教徒の動向にも影響を与えた。これに対して、ジエム大統領の実定のゴディン・ヌー大統領顧問の妻であるマダム・ヌーがあんなものは単なる人間バーベキューよとテレビで語り、この発言に対してアメリカのケネディ大統領が激怒したと伝えられた。この発言は国内のみならずアメリカをはじめ全世界で批判を浴び、 南ベトナムではその後も僧侶による抗議の昇進自殺が葬儀、これにこして GM 政権に対する抗議行動も盛んになった。南ベトナムの状況のさらなる悪化を受け、かねてジョンソン副大統領が GM の好ましくない取り巻きと指摘していたヌー大統領顧問の更迭をケネリィ大統領が GM 大統領に提言したものの直ちに拒否されるなど、 ベトナムへの軍事介入と合わせて、南ベトナム政府への内政干渉を強化する、ケネディ大統領とジエム大統領の関係は、悪化していった。その後1963年8月24日、ケネディ大統領との関係が深かった、ヘンリー・ガボット・ロッチ・ジュニアが中南ベトナム特命全権大使に着任。その後直ちに、ジエム大統領に対して、 ヌー大統領顧問の更迭を再度求めるべく、会見を求めたが、拒否された。なお、ケネディ大統領は、ロッチ大使に対し、もし、ジエム大統領がヌーの更迭を拒否したな、アメリカは、ジエム自身を保護できない可能性に直面すると、警告せよとの訓令を授けていた。このような混沌とした状況下において、ケネディ大統領以下アメリカ政府の黙認のもと、 CIA の全面的支援を受けた、ズオンバン民将軍の率いる軍内部のハンジエム派と、アメリカ軍の軍事顧問団と近い南ベトナム軍内の新米勢力。この二つの勢力は事実上同一であったによって、ハンジエムクーデターが計画され、その状況は南ベトナム軍事援助司令部を経由して、ネリ政権にも逐次報告されるようになっていた。 11月2日にはクーデターが発生し、ジエム大統領とヌー大統領顧問は反乱部隊により政権の座から下ろされ逃げ込んだサイゴン市内のチョロン地区にあるカトリック教会の前に止めた反乱部隊の公平員輸送車の中で頭部を撃たれて殺害された。これを受けてヌー秘密警察長官の妻であるマダムヌーをはじめとするジエム政権の上層部は国外へ逃亡した。 ジエム大統領とその一族が南ベトナムから姿を消したその当日、南ベトナム軍の軍事顧問でクーデターを死亡したズオン番民ンン将軍を主犯とした軍事政権が成立する。なお当初、ジエム大統領は自殺したと伝えられていたため、自身が信仰心の厚いカトリック教徒であり、ジエム大統領もまたそうだということを知っていたケネディ大統領は、 自殺したとの報告に非常に大きな衝撃を受けていたとマクナマラ国防長官は証言している。ケネディ大統領がどこまでハンジエムクーデターに関与、支持していたのかについては議論が分かれているが、後にマクナマラ国防長官はこのハンジエムクーデターに対してケネディ大統領はジエム大統領に対するクーデターの計画があることを知りながらあえて止めなかったと ケネディ大統領が事実上半 GM クーデターを黙認したことを証言している上に、ケネディ大統領から蒸気のような訓練を受けたロッジ大使も、マクナマラ国防長官と同様の証言を行っている。いずれにしてもクーデターの発生と GM 大統領殺害の報告を受けたケネディ大統領、このクーデターにアメリカは関係していないとの声明を出すように指示した。 その後1967年のグレンバン中政権ができるまでクーデターが繰り返し起こるなど、南ベトナムの政治は極度に不安定な状態に陥った。解放戦線をベトコン、越友、イコールベトナムの共産主義者と最初に呼んだのは GM である。ベトコンには非共産系の構成員もいたが、共産主義政府の北ベトナムにより実質的に支配、援助されいたため、 あながちっこの指摘は間違いとは言えない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。